どうも、ワニです。今日とうとうね、このエミューを引き渡す日がやってまいりました。あいにくのお天気ですけどもね、これから連れていきます。雨の中でも構わずこれでびしょ濡れです。エミューって結構水浴びが好きな生き物なんでね、そんなに気温が低くなければ別に水浴びてもね問題ないんですけど、これぐらいの大きさのエミューだとね、ちょっとねこう首とお尻を持って持つともう前足の攻撃がこうすごいんで持てないんですよね。ちょっとね股の間に腕を通す感じで持ちます。こうやってね、こうやって持ちます。こうしたらね、まあ、足の攻撃があんまり当たらないんでね。それで、はい、ここにね、はい、上がった、はい、座って、はい、座って、はい、よし、ちょっとね、拭いてあげよう。ずっと濡れてたらね、さすがにね、体が冷えちゃうと思うんでね。よいしょ、うん、ジャストフィットだね。この桶に入れて運びます。下にはね、ペットシーツと藁が敷いてあります。あんまり広くても立ち上がって歩いたりしても車で移動中になんかも動き回ったら危ないんで、このジャストフィットサイズでここでずっと座らして運んでいこうと思います。こうやってね、俺は後部座席に乗ってエミューが立たないようにこうやって落ち着かせながら助手の方に来ていただいて運転してもらって現地まで向かいます。でこれから行ってきます。結構こうやってね、撫でてあげてればおとなしく座ってます。おとなしく座ってます。今パーキングエリアで休憩中です。定期的にこうやって立たせてあげないと座りっぱなしもねどうかなと思うんでね、疲れちゃう。いいっす。あ、うまい。俺ののナメクジモードです。これが一番安定するから、これがずっとこれでいてくれたらいいんだけどね。なんならもう寝てくれたらいいんだけど。2回目の休憩です。もう辺りは暗くなってきてますね。うん、今んとこ大丈夫そう。じゃあ到着しました。だいぶ時間かかったけど無事に到着しました。エミューも特に問題ない。はい、よし、じゃあ引き渡しに行きましょう。はい、到着しました。こちらもしかしたらちょっと見覚えある方もいるかもしれないですけども、以前ね何回かお邪魔させてもらって動画にもさせてもらったあの爬虫類マニアのねナポリ君のお宅でございます。そう、実はねエミューの飼育をしたいと言ってた友達というのはね、そのナポリ君でございました。で早速ちょっとねエミをどんな飼育環境で飼っていくのかちょっと見させてもらおうかなと思います。この建物のね裏にあるお庭で飼育してくれるそうです。見えるかな、結構ね広いこのお庭のスペース、これを全部使ってね飼育してくれるそうです。ただまあこれ今は全然借りると思うんだけど、完全な大人になったらちょっと大きさが足んないかもしれないですね。そうそうそう、
だからさ、もう一個、うち土地持ってるんだよね。もう一個土地を持ってる。ここの5倍ぐらいかな。5倍そう。ワニは来たことあると思うけど、あっちのね。カイマンとかさ、ガーとかアロワナとか、ワニの飼ってる盆地違うから、はい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 。でかかったらそっちに移してもいいしね。なるほど。もう一個土地があるというパワーワードいただきましたからね。これは安心ですね。こんだけ広ければね、今はね、全然十分だね。どうだろう。4メートル、4メートルぐらいあるかな。そうだね。ね、こんな感じ。この木箱取り除いてもいいしね。ああ、なるほどね。そしたらさらに広くなるね。そうそうそう。で、ちゃんとね、これから冬になって寒くなるんで、完全に屋外飼育は多分まだね、あの大きさだとできないんですよ。ちゃんとね、屋内のあったかいところで、飼育する設備を作ってくれてます。はい、ここが屋内の飼育場所。これ結構でかいね。2メーター、まあ、50ぐらいあるかな。1メーターぐらい。そうだ、2メーター50の1メーター。これが関わればね、このサイズの意味だったら、寒い間だけね、ここに入れるって言うんだったら、まあ、いけるかなと思うけど、これもちょっと大きくなったら、まあ、ちょっと狭いかな。そうだね、向こうの方とか全部取っ払ってね、拡張できるから。あ、本当。だから大きくなったら、まあ、拡張して3メーター20ぐらいにはできるかな。おお。まあ、今年の春ぐらいまでは、なんとか、そうだね。ここで持ってもらって、手前にも拡張できるからさ、こっち側の。あ、なるほど、なるほど。だから3メーター20の、2メーター20ぐらいはできるかな。ちょっと思ってるでかかったじゃん。そうびっくりしたね、実際見て。最初もっと早く受け渡すはずだったんですよ、ね、そうそうそう。卵を孵化してちょっともう 1,2 ヶ月くらいで渡そうと思ってたんですけど、やっぱいろんな人の話聞いたらね、外で飼育できるようになるにはもうだいぶ時間がかかるとか、足が落ち着いてから移動させた方がいいとか、いろいろなんか話が出てきちゃって、結局ね、半年俺が飼育して渡すって形になっちゃってね、本当はもっと最初に渡してもらったんだけど、だからちょっとね、飼育設備もまあまだそこまで大きくはないけどね、これから全然拡張してくれるっていう話なんで、もう飼育の、生き物の飼育のスキルとしてはね、完全にもう俺の先輩ですから。もう俺が生き物を爬虫類とか飼う前からずっとね、爬虫類とか鳥とかね、いろいろ飼って俺を教えてもらってるような立場の人なんでね、その点は安心かなと思います。じゃあ今後ね、このエミューはここで飼ってもらう形になりますけど、またね、ちょいちょい撮影させてもらって、こいつの成長もね、見守っていきたいなと思います。じゃあ、まあエミュー結構俺懐いてるけど、まあ正直なんだろうな、人にはすぐ慣れるんで、ここの飼い主にもねすぐ慣れると思います。なんか特別俺だけに懐いてるってわけじゃなくて、俺の家でね、助手としてなんか生き物の世話とか手伝ってくれてる子にも結構懐いてるんで、ちょっと世話すればね、すぐにね懐いてくれるんで、その点は心配ないと思いますね。じゃあまたさ、こっちの方来ることあったらちょっとエミューね見させてよ、また。そうだね、全然、いつでも来てもらえればね大丈夫なんで、楽しみにしとくわ。あと半年もすればね、完全に大人になるからね、まだちょっと子供だけど、という感じで今回の動画と俺のエミュー飼育はこれで終わりです。また今後もね、このエミューの動画たまにね撮らせてもらって出していくと思いますんで、気になる方はチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。